相模の大凧センターは相模の大凧揚げ文化の保存継承を目的とした施設です。この建物全体はレンゲの里洗い所と呼ばれていますが、最初にご説明しました相模の大凧センター、お年寄りの方たちが利用する洗い所ふれあいセンター、子どもたちが利用する子どもセンターが入っています。見どころは毎年5月の4日5日に行われる相模の大凧祭りの時にあげる大凧とほぼ同規模の凧を飾っています。2階ギャラリーでは全国から寄付していただいた凧も飾っています。一部外国の凧も飾っていますので、皆様ぜひご覧になってください。ここの工作室では毎月1回土曜日に凧作り教室を行っています。タコボランティアさんによる指導により作成し、その日のうちにあげています。もしよろしかったら申し込んでください。相模の大凧はね、伝えるところによりますと、天保年間ということでね、まあ、今から、まあ、180年前頃からというね、伝えられております。で、まあ、その頃はね、農家のね、子供が生まれた時にね、男子が生まれると、その地区のね人がね、お祝いに、あげたというのが、始まりだそうです。明治に入り、大正昭和とね、そういうことで、ね、どんどん、タコも大きくなってきて、それで、戦後ね、戦争等がありまして、その後ね、昭和21年からね、復帰いたしまして、経験豊富な人がね、じゃあもう一度始めようということでね、そこから始まりまして、現在に至っております。このレンゲの里洗い所は JR 相模線総武台下駅から徒歩約10分の距離にあります。ぜひ皆様いらっしゃってください。